クリアクカフェ番外編。番外編。はい、皆さんこんにちは。藤野上原です、いかがお過ごしでしょうか。安倍さんがね、病気で辞めはりましたね。病気はお気の毒ですけどね、辞められてほっとしてます。悪さばかりしてきはったからね。はい、今日はね、カレッジポップスを歌います。カレッジポップスっていうのはね、1968年の10月にね、東芝レコードからカレッジポップスベストというね、LP レコード版が発売されてね、私の友達がそのレコードを持っててね、よく友達の家へ遊びに行ってそれ聞いてました。今日14曲ぐらいやるつもりなんですけどね、皆さん知ってる歌がたくさん入ってると思います。で、カレッジポップスメドレーのナンバーワンとナンバーツーをしていきますので、まずね、ナンバーワンから始めたいと思いますけど、曲目を、ね、紹介しましょうね。悲しくてやりきれないフォーククルセダーズ、今日も夢見る、マニムラレイとタイムセラーズ、海は恋してる、ザリガニーズ、いつか見た青い空、 D.I.B. トワインズね、どこかに幸せが、ロックキャンディーズ、小さな日記、フォーセインズ、女と男、リトルマギ。それではまずね、このカレッジポップスメドレーナンバーワンを聴いてください。胸に染みる空の輝き、今日も遠く眺め、涙を流す。空があると二人
火がついた火事屋助けてカン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 ボ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 ンありがとうございました。カレッジポップスメドレーということでね。